はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の死守シリーズの第2弾お送りします。で、今回もね、5問やっていきますので、ぜひね、一回ここで動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、ちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと画面下げますんで、お待ちください。いくよ。よいしょ。ほっ。違う。この辺かな？よっしゃ、行きましょう。で、前回、第1弾ね、お試しでやらせてもらって、で、たくさんの方に見ていただき、そしてコメントとか、評価もね、いただいて本当ありがとうございました。で、ありがたいことに、こうね、ちょっと続けてくださいって言っていただく方の方が多かったので、少し頑張っています。少しっていうのは、これね、数学以上で準備がえらい大変で、なかなか頻繁に出せないっていうのもあるんですけど、できる限りね、受験でちょっとお役に立てるように頑張りますんでね、今後もよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1個目が、問題文の一部ちょっと抜粋して書いてあるんですけど、その人の血液、赤血球とか白血球とかあるわけですけど、その赤血球の話ね。これキーワード1です。赤血球の話で、しかもその中に含まれてる物質で、これ。酸素が多いとこだと酸素と結びつくんです。だから酸素がこう多いなーと思ったらちょっとくっつけるの、自分に。こうやって結びつける。で、こう動けるから赤血球ね、の中で動けるからこいつが。で、酸素が少ないところだと酸素を離すと。あれここちょっと酸素少なくない？じゃあ俺がくっついてる酸素を離しちゃうよみたいな感じ。で、こういった働きをするやつなんて言いますかっていう。これ名前ね。まず答え書きましょう。これをヘモグロビンって言います。赤血球っていうキーワード。そしてこれですね。酸素が多いとこだと酸素と結びついて、酸素が少ないとこだと酸素を離す性質。ってきたからヘモグロビンっていう。ここをリンクさせて覚えてください。で、今回、このヘモグロビンっていう名前ももちろん解けるようになってほしいんですが、出題のされ方としてもう一パターンあって、ヘモグロビンの性質を書きなさい。筆記の方だね。書かせる方。ってなったら、酸素が多いとこだと酸素と結びついて、酸素が少ないとこだと酸素を離すっていう。これを書けば丸になります。これどっちのパターンも出てくるので、ぜひね、覚えてください。で、次ですね、計算問題のリクエストがめちゃくちゃ多くて、圧力とか電気とか、多分あと、飽和水蒸気量とか、湿度とかあの辺もそうですね。で、実は電気とか、この圧力もそうなんですけど、こう、なんつうの、死守に入れにくいんですよ。もうその1個だけで、例えばこの最初の問題のこの紙ありますよね。これ埋まっちゃうんですよね。だから、いずれね、ちょっと近いうちに、死守シリーズとは別にね、電気とかシリーズとか出せたらなとは思ってるんですが、これ一応圧力ね、ちょっと軽い問題が1個あったんで、やっていきます。で、圧力は計算なので非常に苦手な方が多いです。で、まず計算に関しては、特に圧力とか、そうですけど、公式を覚えてください。これを覚えておかないと全く勝負ができないんで、で、まず圧力、問題文にもありましたけど、単位が、大文字の P、小文字の A で、パスカルって言います。圧力の単位、パスカルです。で、ちゃんと書くね、公式の書き方もあるんですけど、自分楽して覚えたいんで、圧力はね、こうやって覚えます。平方メートル分のニュートンです。平方メートル分のニュートン。で、なんでこれで覚えさせるかっていうと、今回の問題もそうですけど、圧力のところっていうのは、数字が出てくるわけですよ。で、今回、象の話ですよね。で、象が、体重が 4200kg。めっちゃ重いですね。って書いてあって、足の裏が床に接する面積が1250平方センチメートル。こうやって書いてくれてるわけですよ。で、だから、これを、ここに使える単位に変えてあげれば、絶対解けるんです、圧力っていうのは。相当ひねってこない限り。問題がね。じゃあ、あとはここに結びつけようと。で、キログラム。これがニュートンの方に持っていけます。で、どう持っていくかっていうと、基本的に、ニュートンっていうのは、100g1 ニュートンって覚えてください。これは問題文で書いてくれるとこもあるんですけど、こうやって書かれないことも多いので覚えます。100g1 ニュートン。もしくは、0.1kg1 ニュートンでもいいんですけど、個人的にはこっちの方が使いやすいです。理科が得意な方とかはね、上でも全然いけるんですけど、じゃあどう直すか。いきなりキログラムではきついので、まずグラムに直します。これね、4200。で、これは、このね、単位を変えるのが苦手、特に小学校からね、苦手な方なんかもいると思うんですけど、1キロって1000グラムなんですよ。基本的に、このキロっていうのが1000を表します。だから、1キロっていうのは1000グラムじゃん。じゃんって言っちゃってごめん。あと1キロメートル。これもキロがついてるんで、1000メートルなんですよ。1000を表すと思ってください。キロっていうのはね。だから、1キロが1000グラムになるってことを知ってると、0が3つ増えるわけですよ。1から1000っていうのは。だから同じです。これも、4200っていうキロから0を1、2、3って増やしてあげてください。1、10、100、1000、万、10万、100万、420万グラムです。で、こっからグラムになったんでニュートンに直すんです。で、100グラムが1ニュートンでしょ?これは0が2個減ってるんですよ。ニュートンになることによって。だから、こっから0を2個取ってあげれば、ニュートンにこうやって変えることができます。ちょっと地道に感じるかもしれないですけど、慣れない方なんかはここまで地道にやってください。計算ミスしたらもったいないんでね。で、次なんですが、ここですね。これも苦手な方は多いんですね。平方センチから平方メートル。で、まず、今回、そのね、圧力っていうのは、このニュートンの方が力なわけですよ。力。で、こっちが接してる面積の方を表したいの。で、最初から平方メートルで出してくれれば、ここにね、公式にボーンってぶち込むだけなのに、わざわざ平方センチって書きやがるから、これで計算ミスを誘ってくるんですけど、で、問題文ちょっともう一回読み直すと、この1250平方センチメートルっていうのは、象の1本の足なんですよ。でも今回、普通に考えても象って足4本あるじゃないですか。で、書いてあるように、足4本で接してることを考えるので、まず4本分増やしましょう。かける4してね。接してる面積が4つあるからさ、足。で、1250に4をかけると、これ5000になります。5000平方センチメートル。で、こっから、平方メートルに直したいんです。で、これの直し方はいろんな考え方があるんですけど、自分がよく使う方法です。平方になってるから分かりにくいんで、まず、普通のセンチとメートルについて考えます。そうすると、1メートルって100センチじゃないですか。100センチが1メートルになりますよね。で、これはさっきで考えれば0が2つ減ってるわけですよ。これね、こうなるときに0が2つ減ってる。で、0が2つ減ってるって考えると、もう1個。小数点って書かれてないときに右下に隠れてるのね。つまり、小数点が2個こっちにずれたっていう風にも言うことができます。0が2個減ったらも構わないんですけど、単位が2個変わった感じね。で、普通にセンチでやったときは単位が2個下がるわけですよ。小数点が2個左に行くからね。じゃあ、これが、平方センチと平方メートルになったときどうなるかっていうと、単位を2個ずらすことを2回やってねって言ってるの。2乗っていうの。2乗って言わないけどね。平方センチの2がついてるからさ。つまり、1、2、3、4つ下げれば平方センチのところは変えれることができます。いいかな ?4 つずらすんです。っていうことを分かると、こっからここに直すとき、小数点さっきも言ったように右下に隠れてます。だから、単位を1、2、平方だからもう一回、1、2って変えてあげて小数点がここに来る。つまり、単位を変えると 0.5 平方メートルになるっていうことがわかります。こんな回りくどくやらなくてもいいからね。自分ですぐわかる方は全然これに直さなくていいんで。こういう直し方もあるんだっていう感じで思っといてください。で、前置きが長くなりましたが、これでやっと単位。ね、ここの平方メートルとニュートンで使いたい数字が2つ揃いましたと。だから、あとはそこに入れてあげるだけです。0.5 分の42000。下入ってるよね。で、これは、まあ、小数点を動かしてもいいんですけど、普通に分数っていうのは上割る下です。分子割る分母ね。だから、筆算で、そこ行こうか。42000。割る 0.5 をやってください。まず小数点動かしましょう。0が増えます。ここないから、8、5、40。ごめん、ちょっと手がね、かじかんでて。で、4で20で、これ0になるね。あと3つ残ってるから、こうなるんで、答え84000。で、圧力の単位のパスカルをくっつけて、これで終了となります。ちょっと長くなってごめんね。まあ、今回の5問の中で一番難しいのはここだと思います。特に苦手な方はね。で、3番です。あ、ちょっと待って。ここまでにあれだね。見る動画のやつ書き忘れてる。1番のヘモグロビンのところは、2年生の23。ここの動画を見返すと OK です。で、圧力に関しては、1年生の46。ここですね。を見るといいと思います。あ、で、そうそう、コメントなんだけど、メールいただいたかちょっと忘れちゃいましたけど、喋り方がだいぶ違うんですねって、こう見返してくれたんだよね。きっとこの辺のやつを。で、これもう3年4年前に撮ってる動画なんで、全然テンションとか違うんですよ。同じ人は一応やってるんで気にしないでください。すげえそれ言われると恥ずかしいんですけど。では次行きましょう。で、これはもう前回のシリーズにちょっとつなげて似たようなものだよね。わざと出したんですが、まあ、消化酵素の働きで、タンパク質が分解されたら何になるんだっけっていう話です。でも、タンパク質は、アミノ酸ね。に変わるから、答えは、うです。うね。よし、で、あ、これ書かないと。で、これはまあ前回もやってるんで、この辺でサクッと終わします。これが中2の19かな。この辺を見てみてください。で、次です。4番。石灰石に薄い塩酸をかけると、まあ、気体が発生します。これがまず何が発生するかってところも大事なんですが、で、それと同じ気体が発生するやつを選びなさいという問題。で、行きましょう。まず石灰石に薄塩酸かけると、これも覚えてください。まあ、石灰石が出てくるときはね、こう二酸化炭素ってピンと来ていただけるとありがたい。手が動かない。ちょっと待って。いいね。石灰石と薄塩酸、これはよく出てきます。で、これを混ぜるというか、やると反応させると、二酸化炭素が発生すると。ってことが分かった前提で、じゃあ、あいうえから二酸化炭素が発生するものを考えると。で、これ答え先に言うと、あです、答えは。あが答え。ろう燃焼ですね。さっき書いてもね、あが答えです。で、まあ、プチ情報というか、まあ、復習していただいたら全然構わないんですけど、ろう。まあ、ろうそくとかのろうね。で、これ、有機物っていうやつのグループでよく出てきます。エタノールとかもそうなんですけど、有機物です。で、有機物っていうのは何かっていうと、ざっくり言えば炭素を持っているものを有機物って言います。炭素持ちね。つまり、炭素を燃やしたわけですよ。まあ、炭素だけじゃないですよ。だけじゃないですけど、炭素を燃やしたってことは、ごめんね。炭素 C です。で、燃やすっていうのは酸素とくっつけることっていうのを前回やりました。つまり、C に酸素をくっつける O2 をくっつければ絶対 CO2 が出てくるんですよ。つまり、有機物を燃やしたら二酸化炭素は発生します。だから、まあ、ろうがね、有機物って分かってて、で、有機物って炭素持ってるよなって、あ、炭素持ってんだから燃やしたら二酸化炭素出てくんちゃうみたいな。とこまで覚えてもらえると個人的には嬉しいです。他でも活かせるので、この知識は。いいかな。なので、あが、二酸化炭素が発生すると。ただ、炭素を持ってるのが有機物って話をしたんですが、炭素自身。炭素ね。炭素も炭素持ってるじゃないですか。でもこいつ有機物じゃないんですよ。で、ちなみに二酸化炭素も有機物には入らないので、そこちょっと気をつけてください。だから基本的に炭素持ちです。が有機物って言われます。で、イのスチールウールの燃焼っていうのは、スチールウールがね、前回も鉄っていう話をしたので、それを燃焼させれば酸化鉄っていうのができるんですよ。くっついてね。でもそこに CO2、二酸化炭素は出てこないので、イは出てこない。で、エも似てます。鉄、鉄粉に硫黄をくっつけると、硫化鉄って言います。硫黄がくっつくと硫化になるんですけど、硫化鉄。解消書こうか。なんだっけ、絵か。絵は、硫黄のね、イの字をつけて、ここが川にかに変わって硫化鉄。FES ってなるんですけど、そう。で、これも、二酸化炭素全く発生しないんで関係ないと。で、覚えてほしいのは、ウです。これもよーく出てきます。二酸化マンガンにオキシドールって言われたら何が発生するって酸素が発生します。これは他の問題でもすごく活かせるので、ぜひ覚えてください。二酸化マンガンとオキシドール。このコンビは酸素です。で、復習。これね、ちょっといろんなとこを混ぜているので、一応2つ書いておきます。1年生の25。これが確かね、このオキシドールとかこっち。二酸化炭素発生とかのその辺の復習になります。で、あと中2の9か。で、この辺の動画ね、たまにミスをしてるので、動画概要欄とかに基本的に訂正書いてるんで、そこもちょっとチェックしてもらえるとありがたいです。ごめんね、いつか問い直しをするんでね、申し訳ない。で、ラストですね。ラストは、固体。ね、固体も固め、固体ですわ。で、それが、液体になるわけですよ。物体っていうのは変化して、固体、液体、気体ってなっていくんですけど、で、固体が液体に変わっていく、その時の温度のことを、融点って言います。もうこれは、名前で覚えちゃってください。融点です。で、おまけですね。おまけというか。液体が、気体に変わるときの温度を沸騰するときの点なんで、沸点って言います。これもね、セットで、ぜひね、覚えておいてください。では、今回は高校受験対策の死守シリーズの第2弾お送りしました。待てー。今日何回書き忘れてるかって話でね。ごめん。最後、中1の32でございます。復習するんだったらぜひね、使ってみてください。入ってる。よし。で、最初にもね、話したように、ちょっと続けてみます。このシリーズ。で、問題をね、選ぶのがすごく大変なんですね。何が大変かって、最初にも言ったように、紙に入りきらないんですよ。理科の問題って図があったりするのがほとんどなので、なので、おそらくね、本数的にはそんな増やせないかもしれないんですが、頑張って集めて作って動画撮っていきますので、もしよかったら次回の方もね、ぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。